マヤカシ戦争、マヤカシ戦争、マヤカシ戦争、ホーニー王は第二次世界大戦初期における西部戦線のことを意味する。1939年9月のドイツ軍によるポーランド侵攻の後、1940年5月のドイツ軍のフランス侵攻まで、ドイツとフランスイギリスは戦争状態にあったにもかかわらず、陸上戦闘が皆無に近い状態であったためで、 建前だけのイカサマ戦争とも言う。ドイツでは、座り込み戦争、ジッツクリーク、フランスでは奇妙な戦争、ドロール、ルゲールと呼ばれていた。1939年9月1日に、ドイツがポーランドに侵攻すると、9月3日にフランスと、イギリスはドイツに対し戦線布告し、軍を動員して、フランスドイツ国境及びフランスベルギー国境沿いに、 大方ギな陸軍部隊を展開した。一方のドイツ陸軍は主力をポーランド方面に進撃させたため弱体な兵力が西部国境沿いに展開しているだけであった。空軍も数十機を有するのみで、もしエフッツ軍が一挙に攻勢に出れば簡単に殲滅されかねなかった。実際にドイツ軍首脳部は西部戦線防衛のために大軍を配備するべきだと。 主張したが、アドルフ・ヒトラー総統は、英フッツ軍が攻撃してくる可能性は皆無と判断し、ドイツ軍主力をポーランドに集中し、独仏国境戦の戦力をわざと薄くしたのである。ポーランドは、約1ヶ月でドイツ及び、ソ連に占領されるが、この後1940年5月に、ドイツが西方諸国に侵攻するまで、フランスドイツ国境地帯においては、英フッツ軍は、 ヒトラーの予想通り、フランス軍がドイツにごく小規模な侵攻、2000人程度の部隊を行い、すぐに撤退したことを除けば、攻撃を行わず、陸上戦闘は生じなかった。イギリスとフランスは、ドイツとポーランドの海戦前にポーランドと軍事協定を結び、ドイツからポーランドに攻撃があった場合は直ちに、ドイツを攻撃すると束しており、ドイツ・ポーランド回戦後は、 体力攻撃に入ったかのように宣伝していたが、実際には戦闘行動は取っていなかった。ドイツ軍のポーランド侵攻作戦が行われていた1ヶ月ほどの間は、西部戦線において、英仏軍は、ドイツ軍に対して圧倒的な優位にあり、ポーランド戦争が終わると、ドイツ軍は主力を西部打ちしたので、英仏がドイツに打ち勝つ、唯一の機会は失われたものの、その後も両軍は、 国境での睨み合いに終始した。戦闘休止状態が長引くにつれ、国境を挟んで退治する将兵たちにも、戦意の低下が見られ、双方の兵士たちが、タバコや菓子を交換し合うような光景も珍しくなく、なり、敵前で、堂々と日向ぼっこをするようにもなった。戦争状態にあり、しかも国境を接しているにもかかわらず戦闘が、生じないことから、まやかし戦争。 イカサマ戦争との名称が生じた。また、開戦後間もなく、イギリス国内では、10日完成が敷かれたが、わずかな期間をもって解除されたほか、さらに、イギリスでは、議会からドイツに対する空襲を行うよう通告があったもの、チェンバレン内閣はこれに対する報復を恐れ拒否した。ただし、会場では、ドイツ海軍の U ボートによりフランスやイギリスの、 艦艇に対する通称破壊戦や、ラプラタ沖海戦、ドイツ艦、グラフ・シュペーが、イギリス艦と交戦の後自沈したなど、カつな戦闘が発生しており、北欧では冬戦争、1939年11月末、ソ連がフィンランドに侵攻したやドイツ軍による、北欧侵攻が行われていたほか、イギリスでは、戦時予算が議会で承認された子を受けて、戦闘機や戦車、 海軍艦艇の生産が急ピッチで進められていた。さらに1940年1月21日には、日本、日本優先の客船、浅間丸が、ハワイ、アメリカのホノルルから、横浜港に向けて航行中に、房総半島、千葉県沖の航海上で、イギリス海軍の軽巡艦、リバプールにより臨検され、当時日本と日独防強協,協定による同盟関係を結んでいた。 ドイツ人乗客のうち、兵役に着くことができる年齢の21名が連れ去られるという事件が起き、当時関係が悪化していた日本とイギリスの間において大きな国際問題に発展したママル事件。急戦状態は8ヶ月以上も続いたが、1940年5月10日以降、ドイツ軍が、ベネルクス三国及びフランスに対して全面攻撃に出て終わった。 笹本俊治は、イギリス・フランスなど主要国が、戦前からドイツに対する優和政策をとって、ドイツの勢力拡張や、軍事行動の防止に消極的であったことや、とりわけ、フランスが第一次世界大戦で、多大の損害を出しながらも目星戦果を上げられなかったため、新たな戦争に及び腰になっていたことを指摘している。ヒトラーが、ポーランド侵攻に、 兵力の大部分を投入し、独仏国境にはわずかなる素舞台しか置かなかったのも、そうしたフランスの状況を見抜いていたからだという。さらに、フランス側はドイツ軍の兵力を過大評価し、ポーランド戦争の間も強力なドイツ軍が西部戦線に配備されていると判断したため、対独攻撃に一層消極的となったとも書いてる。ドイツ側では、ヒトラーは、 西部戦線のドイツ軍戦力が充実した1939年11月に攻撃開始を考えていた。軍首脳部は準備不足を理由に反対し、1940年春を主張したが、ヒトラーはそれを押し切り、11月の進撃を決めた。だが悪天候のため、電撃戦に不可欠な空軍の出撃ができず、延期を重ねるうちに冬となり、 結局1940年5月に実現した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。